はい、こんばんは、相馬龍です。今日はあの単純なスライドショーでございます。私が12年間育てているアマリリスの花を、見てください。去年は咲きませんでした。多い時では4枚の花びらが咲いたんですが、今年は2枚です。でも去年は全然咲かなかったので、すごく嬉しいです。まあこの花を彼女に見立てて、一緒に住んでおります。でもね、もうすごく短くて、1週間咲いてるかな、そんな感じの花です。どうぞスライドショーを楽しんでください。相馬龍でした。